い、おはようございます。パチンコを愛する女パチンコ社長です。はい、本日2024年6月18日大阪府にありますマジックバード鶴見店さんの方からお送りしております。社長といえばエヴァ、エヴァプロといえば社長ということで、エヴァプロ社長本日も爆勝ち行くぞ。を勝ってね、アッパホテルの枕を買うんです。まあ、前回は、まあ、永遠の消防隊からのエヴァンゲリオンって感じで、まあ、なんとかギリギリ勝ったって感じだったんで、まあ、今回は最初からエヴァやればタコ出しするやろっていう安直な考えでエヴァに座りました。一つ、いつも皆さんから教えてもらう法則でいつも抜けちゃうのが、夕方背景からの0号機リーチ、ストーリーは覗く、0号機リーチは頭角、まあ、大当たり濃厚、みんなで一緒に覚えましょう。夕方背景から0号機リーチは大当たり濃厚です。そして次回予告経由などではマステマや F 型は行かないとみんなで覚えましょう。はい、195回転目からエヴァプロの2枚目入ります。あ、やりくるかも、捨てチェーンのみの予告でした。来たー、290回転目。まあ、新エヴァだとね、捨てチェーンが予告の一部になっちゃうんで、これでギリにはなんないですけど、こっちではなると。いいですよ、いいですよ、いいですよ。お、信じ、マジ。投資1万4500円。おー、シングル。リラックス5、礼拝系、来たーいいと思う。ストーリー行った方が安心ですけど、まあ、初号機は短期発進、いいですいいです、 OK。 やっと来たんじゃない、これ絶対外しちゃダメなやつですね、絶対外しちゃダメなやつだね。さあ、ゼルちゃんおはようございます。今日もね、悲しそうな顔してるね。ウェイイ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 ェイキノコみたいなんだよな、ゼルちゃんも。さあ、マステ、F 型じゃない。あれ、槍経由だと行かないんだっけ。わお。いや、礼拝系。大丈夫、礼拝系。礼拝系。よし、よかった。ちょっとね、かなり静かな台だったんで、不安でした。いや、でもよかった。ちゃんと気づけたし、槍来るタイミングも。ありがとうございます。あとは上げるだけです。朝一 ST、やりたい。7以外でで、7だ。あー、過ぎてー、わっ、カジさん、よかよか、当たるコツに意味があるけん、単発ですな、単発よ。あ、頑張りましょう、引き戻しましょう。おー、警報、ミッションモード行ってくれ。ダメだ、シンクロ、あー、悔しい瞬間。リターン中に警報になるとね、まずドキッとするのに。手前止まり、これダメでした。でもこの前新エヴァ生配信してて、まあ、あのへそのあたり300発がね、新エヴァで、こっちは450あるんで、まあ、150玉の、たかが150玉だけど、まあ、されど150玉だなと思います。ちょっとやっぱ多く感じる分だけども、300は、300社はガチで鼻くそですからね。はい、260回転目でエヴァプロの3枚目です。状況がいいならぶん回すだけよ。あ、だ、いや、久々初回的にエヴァを打ててます。いいです、いいです。いや、本日の動画を見て、社長を少しでも頑張ったなと思った方は高評価ボタンを押してください。コメントにてあなたの実践報告、動画の感想をお待ちしております。で、何よりチャンネル登録よろしくお願いします。あ、よかった。おしおしおし、消えろ。
おし、いいぞ。そして雨。あれ？マジ？バラケメ。どっちや？最終号機か。最終号機。オートボタンオフになっちゃった。少し26,000円なり。あ、で現在シンプルモード中でガセはないです。さあ頼みます。レバブルナッシングでしたね。4点パイいいんじゃない。流れが来たような気がする。なんかね、雨降りで当たればレバ角じゃないかっていうコメントもいただいてて、そうだったような気がしなくもない。まずは当てて証明しましょう。頼む。単シングルだしね、大丈夫だと思うんだけど。角だとちょっとまずいかなと思うけど。カオルくんの人形をここに置いた途端ね、熱いの来たから。お願いします。倒すぜ。せーの、ドーン。オッケー。あ、当たった。あ、よかった。お隣様と同時に大当たり。よっしゃ、よくやった。完全決着。さあ、雨はレバ角なのか、これで証明されます。レバ角じゃないの。378回転目。レバ角じゃないのか。じゃあなんだ。はい。雨降りで当たってもレバ角じゃありません。単発でした。なんだー、なんだおー、なんだおー。一つ賢くなったわ。あー、終わってもうた。はい、引き戻せませんでした。頑張ろう。はい、225回転目でエバプロもちょっと焦る4枚目です。やばいな。そろそろ ST1 回ぐらいやってないとまずいですね。4枚目。ブヨココじゃね？ブヨココじゃない？408回転目、ドーン！オッケー。さあ、久々のやり。頼めよ。よし、警報か。投資ジャスト4万円。誰？お前らかー。マジ？あ、いいんじゃない？警報イスラエル。ブン出た。よし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 、アスカブン。まあ、400回転超えてるんで、礼拝系の代わりに軍予告出ます。なので礼拝系出たと思っていいと思います。内部的にね、来たでしょ。あ、しかも前段ムービー。はい、大丈夫。自信を持っていきます。いける、いけます。よし、大移動もね、だいぶ考えてたんですけど、あの、めっちゃ状況良かったんでね。よし、来い来い来い。行きましょう。そろそろ覚醒してもらわないと本当困る。はい、頼むよ。スカスカスカ。あ、ごめん、ちょっと、あ、次タイミング逃した。ここで当たってもいいんだけど。よし、はい、はい、当たり、当たる、大丈夫。
ありがとう、ありがとうございます。もう笑ったぜ、よかった。3度目の正直、3回目の初当たりタンタンと来てます。もう次は絶対 ST のはず。タンタン、タンタンタンはない2位やろ、7位以外、はい、すごい、これは2号機か。おお、素晴らしい、美しい、やったー、よしよし、かっこいいな。そうか、400超えてるからセリフも違うんだね。3時52分初の ST、やっとルフラン聞けたよ。さあ、シンジ君、今日もたくさん働いてもらいますよ。インフラオン。チューン。やばい。はい、ST。インフラ切ろう。最悪や。もう、やだー。いや、久々初回スルーした。もういろいろタイミング最悪。アスカじゃん。あ、行きますね、アスカちゃん。アスカの日かな。イスラフェル。あ、しかも短期発信。なんか美里さんってやっぱりさ、あの声が三石琴乃さんなだけあって、あのセーラームーンの月のうさぎちゃんと同じ前髪してんだよ。ポリンってな。あ、銀から金に変化したんで当たりじゃなかったっけ、シンプルモードは。はい、よっしゃ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 。そうだよね、シンプルは銀から金に変、カットイン変化は当たりなんですよ。よし、持ち玉きっかり。早かった、お詫び早かった、スルーのお詫び早かったっす。2位で当たったよね、また。7以外。はい、美里さん、うわマジ、おっしゃ、191回転目、OKOK、やり直し、頼むよ、シンジ君。あー、エレバーブロきました、OK、やり直し。シロブルス、あ、カオルくん、カオルくん、アキラ、あはー、かわいい、おはよう。よっしゃ、オッケー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 。緑、はいはい、レインボー、やば、よかった、また2連かと思った。言動もね、こっちの言動のガス、ウェイ、ありがとう、伝えたくてあなたに。
関係のインフラありがとうございます。わーお早い暴走ボーナスむちゃくちゃ早い。五竜連覇のごとく早かったな。いやてか五竜連っすねこれ。スパラピー、はい赤おお。レインボーにならなかったな。あ、なにこれ最終号機。わし、これ初めて見た。なにこれ初めて見た。あんなあったの。あら、3年間ぐらい。あ、で、あ、ごめん、もう100切ってたか。3年間ぐらいエヴァ打ってるけど、今の演出初めて見たんだけど。マジっすか。最終号機は当たりでしょ。ボタン？うっそ。びっくりした。そうだよね。必要です。ちょっと素直に当たってほしかったです、今のは。うわー、かぶるです。はい。マンモスレピー。やっぴーはい、7500。マジかー。はい、6連チャンですね。はい、出玉が7555玉。とりあえず持ち玉できてよかった。まあ、まだ時間もあるので頑張ります。はい、当たるやつ。ST に多分戻りたいと思うんだよね、誰も。よし、おー止まった。やっぱりほら当たるやつなんすよこれ。当たるやつ。おし、こっちゃんおはよう。こっちゃんおはよう。こちゃんです。ありがこちゃんです。ありがこちゃん、硬いやつ、硬い、硬。オッケー。いや、ほんといきなりスティーはね、好評の数値よりももっとね、やっぱ信頼度あると思うんだけど、ね、かなりの度合いでテンパってくれるんだよな。ありがとう。夕方から頑張れる台だったんだね、君は。見捨てないでよかった。189。ありがとう。むちゃくちゃ早かった。20回転ぐらいで当たってる。午前中くすぶってたからね。ただ、へそほ満タン。遊びに来てくれた視聴者さんが2人ともへそ落ちしてるんで、ST。気をつけないと。はい、ただいま。あれ、さっきエルダー追ってる。さあ、緑、直脇。イエーイ、赤ブルー。イエーイ。調子よし。あ、さきちゃん。おはさき。かわいいの。いただき先。素晴
晴らしい。新エヴァもいいけど、エヴァ15がいいな、やっぱ。早すぎ。復帰も早かったけど、終わるのも早かった。2連チャン終了。まあ、でも、だいぶ早くなってきて、調子も上がってきてるので、やっぱり様子見たい。で、出玉の方が9117玉になりました。ちょっと足りないのです、まだ。引き続き頑張ります。ありがとう。あらら。あれ礼拝器来ちゃった。マジ？あらららららら。これは当てなきゃまずいやつ。持ち玉残り6992玉。初号機礼拝器初号機、これは当てたい。予告自体はシリアスステップ3で全然大したことなかったんですけど、釣りじゃないことを願いましょう、うん、よし。おっと大丈夫。わー、なんか怪しいと思ったんだよね。ちょっとこれはハマるサインかもしれないぞ。はい、おつえば様でした。カドワです。現在時刻は、はい、夕方の6時4分でございます。今日もね、1日頑張りました。はい、本日の投資の方が4万お金、最終的な出玉が5757玉、回収が2万500億金ということで、本日の収支はマイナス1万9500億金となっております。残念無念。はい、でも状況がねすごく良かっただけに、もうあのこれが関東だったらもう閉店まで、閉店間際までね粘りたい。もう一踏ん張りできたんですけど、新幹線がまたしても止まったり動いたりしているので、ちょっと早めの撤退をしなきゃいけないのがすごく悔しかったんですけど、あの朝一単発とか、まあ、2連単とか引いちゃうと、まあ、基本的にこんな感じになります。今日は撤退いたします。お疲れ様でした。はい、では本日も最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また次回も頑張るので絶対見てください。それではまたね、バイバーイ。